ちは、めいこです。どうぞよろしくお願いします。
改めましてメイコと言います。今日は三重県の伊賀市というところから近鉄電車に乗ってやってきました。寒いですね。1曲目は君とコーヒー、2曲目は指切りという歌を歌いました。さっきうろっとしたらコーヒー売ってたので歌おうと思って歌いました。次の曲は猫の歌を歌おうと思います。サビ猫の木下さんという歌なんですけど、保護猫活動に何か協力できたらなと思って作った歌です。 CD もあって、その売り上げは全て寄付をしているので、もし猫好きの方、そうでもない方、なんか何かしたいなと思ってる方いらっしゃったら、ぜひぜひ CD 買っていただけたら、私が責任を持って寄付させていただきます。歌います。初めて金山にぎわいマルシェで歌わせていただいてるんですけれども、私もう5年くらい前かなの真夏の昼にここで生音でギターを弾いて歌ってたことがあって、その頃を思うと、こうやってマイクを通して堂々と歌わせていただける機会をいただけたってすごいことやなと思って今思い出しました。次の曲はイリカマハオという、タイトルだけ聞くとちょっとなんかハワイみたいな曲なんですけど、最近 CD 出しまして、それに入ってる曲なんですけど、なんと CD のジャケットに書かれてるタイトルが間違ってるっていうね。本当はイリカマハオなんですけど、その CD のジャケットには何て言うかな、イロカマハオってなってて、まあ、イリカマハオが本名なんですけど、あだ名としてイロカマハオという歌を歌います。
ございます。さっきコーヒー売ってるお店があったのでコーヒーの歌だったんですけど、唐揚げ売ってるお店もあったので次は唐揚げの歌を歌います。唐揚げが好きです。
私も今日物販持ってきてて、 CD となんかシールとマグネットと、あとはチラシも持ってきてて、それは飛ばないようにいろんなもので押さえてるんで、だけどそれは勝手に取ってっていただいていいので、よかったら持って帰ってください。ちょっと寒くなってきたので元気な曲を歌って体を温めます。485という歌を歌います。恋の
とうございます。次愛知に来るのは12月26日に夜空と月のピアスというところで歌わせていただきます。それが2020年の最後のステージになります。明日も実はあって、明日は三重県の松阪にあるマクサというところで歌を歌います。もしよろしければお越しください。最後はあの帰ろうっていう歌を歌って私は終わろうと思います。皆さん寒い中聴いていただいてありがとうございます。メイコでした。
とうございました。みーこでした。